北京に孤軍奮闘の有志出現反響の横断幕が国際世論に衝撃を与え中国共産党当局を震え上がらせるアメリカ再び撤拳、国家安全保障戦略で中国共産党を最大の課題にイギリスの対中国政策が一転中国共産党を脅威に 中国共産党を中共第20回党大会を3日後に控えた10月13日北京市北三環路の市通峡に中国共産党、中共の独裁支配に反対する巨大な抗議の横断幕が2枚掲げられ国際世論に衝撃を与え中共当局を震え上がらせました。 13日の午前北京市の手通峡の上から黒い煙が立ち上っていました黒煙の方向を眺めてみると2枚の大きな公儀の横断幕が掲げられていました1枚の横断幕には PCR 検査はいらないご飯が欲しいロックダウンはいらない自由が欲しい嘘はいらない尊厳が欲しい文革はいらない改革が欲しい 指導者はいらない、選挙が欲しい、召使いはいらない、公民になりたい、と書かれ、もう一枚の横断幕には、授業をボイコットし、ストライキして、独裁国族の習近平を罷免させよう、と書かれていました。関連写真と動画は、瞬く間に中国国内外のソーシャルメディアに拡散し、世論を喚起しました。また、14億人が一斉に鎧を脱ぎ捨てた中、なんと強く、 なんと男の人が一人いるというメッセージを残し横断幕を掲げた男性を孤軍奮闘の勇士と称賛する民衆もいました北京市在住の劉さんは新唐人の取材に対し勇士の行動に賛同しもし自分に能力があれば自分もやるだろうと語りました 北京市在住の劉さんは民衆が抑圧され生活ができなくなったので横断幕を掲げて心の声を発していると語りました。 事件後一般市民が撮影した写真にはオレンジ色の服を着た人が警察に連行される様子が映っていましたネット上では連れ去られたのは横断幕を掲げた孤軍奮闘の勇士ではないかとの憶測が流れています ネット上の情報によると抗議の横断幕を掲げた勇士は北京市在住の彭彩秋という電磁波を専門とする科学技術者で電磁波電波による金属表面の交互電化の一方向推進力という論文を鍵送信同法5号に発表し中3階級の一員である可能性があるといいます行動する前彭さんは中国デジタル時代や中央東高の元教授蔡家氏など複数の友人に 同じ道を歩んでいる各位我々はすぐ行動を起こす皆さんがたくさん転送してほしいありがとうございますというメッセージを送ってくれました彭さんはまた Twitter でも予告を出していました中共第20回党大会が開催される10月16日に全国的な授業のボイコットストライキ軍隊の放棄を呼びかけるメッセージを投稿していましたまた総動員の激文を発表していました激文には次のように書かれています 兵士同胞の皆さん皆さんは人民の軍隊であり独裁者の手先ではない警察官同胞の皆さん皆さんは人民の警察であって独裁者の警備ではないメディア同胞の皆さん皆さんの責任は普遍的な価値を広めるために政府を監督することであり金持ちや権力者の口車に乗ることではないのだなどなど彭さんは自由を追求する道には中華大地には男がいると語りました 時事評論家のトウセ氏によると失室教事件は現在の中国社会における人々の不満が調和を取ることができないほど瀬戸際に達していることの反映であると言います那么彭在州は一名代表性の人物他代表了整個社会曾经被示唯一最高潔突然的中产階層也都已经出现了严重的生存危机和这种社会矛盾尖略化的现象 一般市民の z サー9 6 9 6さんはこれぞ真の有志実は現在の政策に不満を持つ人はたくさんいるがあえて立ち上がって声を上げることはできない有志の無事を願うと述べました CNN はこの抗議行動はネット上で厳しい審査を受けたにもかかわらず多くの人々が支持を表明したと報じましたまたこの土地にまだ希望があることを見せてくれたあなたに感謝するというコメントを引用しました ウォールストリート・ジャーナル中国支局のジョシュ・チン副支局長はこれを実行する勇気も息苦しいほどの警備の下で完成させたこともどちらも人々を驚かせると述べました第20回党大会を控えた敏感な時期に彭彩秋さんが反響の横断幕を掲げ出したことは世界の世論をかきたて中共当局に恐怖を感じさせました中国国内のネット上の関連動画や写真などの情報は全面的に封殺され始めています インターネット上では「有志」という単語が敏感な言葉になっており一時は Weibo が「勇敢な人」を検索禁止リストに入れさらに「勇敢」まで検閲されました現在「四通橋」「海殿」「北三冠」「北四冠」「橋」と「非、横断幕などの用語は全て敏感語となっており該当の敏感語を含む投稿は即座に削除され投稿者のアカウントは永久にブロックされてしまいます 皮肉なことにかつて中共の性のエネルギーとされていた歌曲「北京の橋も禁止されることになりました六四天安門事件の学生指導者だった民主化運動家のオータン氏はフェイスブックの投稿でこのような敏感な時期にこのような偉業のためにこのヒーローは明らかに大きな犠牲を払う覚悟があり当局が彼を見逃す可能性も低いと述べましたオータン氏は次のように語りました 中国に勇士がいないなんて誰が言ったのか。この無名の中国人の勇気は驚くべきもので、現代の新しい戦車男だ。元中共外交部の関連長氏はツイッターで次のように投稿しています。死通教のこの無名の新戦車男は、歴史の重大な正念場に立ち上がり、民衆の叫びを上げた。彼の呼びかけが世界に受け入れられ、それに従うかどうかは別として、彼の自責は市場に残ることになるだろう。 この偉業は党内外に大きな影響を与え中共の終焉もそう遠くないと思う次のニュースです中共第20回全国代表大会党大会の直前アメリカは北京へ最強の制限としてハイエンド半導体の輸出を禁止したのに続き10月12日に再度国家安全保障戦略報告を発表し 中共が最大の課題であり同盟国と協力して世界に対する権威主義の脅威を封じ込めることを強調しました専門家はアメリカ・中国間の新しいタイプの冷戦がすでに始まっているとみています

アメリカは中共との経済・軍備競争に勝たなければならないとしました大紀元のコラムニストである王鶴氏はこの報告がこのタイミングで発表されたことは深い意味があると述べています現在,在20大前夕突国家安全戦略中中中共棍子尤其是中美科技战的开打中美金融 就是铸造中共自身其中的战略环境，让中共不得轻举妄动。台湾の経済学者高氏はアメリカ中国間の新しいタイプの冷戦がすでに始まっていると分析します。美国接下来还有非常多的法案，特别是跟台湾相关的，像台湾政策法等等，准备要通过，这个势必会让中美的关系更加的紧张。 中国とアメリカの関係はここ数十年で最低点にまで落ちています王覚氏は中共はずっと自分をステークホルダー国家だとわき戦狼外交を展開してきたことがアメリカに敵国と見なされることになったと指摘しました アメリカが中共を主要な脅威とし、対中国政策を強化した今、中共は生きづらくなるとしました。最後のニュースです。アメリカに続きイギリスも対北京政策を大きく転換し始めています。リズ・トラス首相は年内に中共を脅威のレベルにまで引き上げることにしました。 しかしイギリス紙のガーディアン、デイリー・テレグラフ、ザ・サンなど多くのメディアは11日、トラス政権が数日以内に中共をイギリスの脅威として正式に挙げるだろうと伝えましたメディアからの問い合わせに対し首相官邸の報道官は日に日に規制激しく迫る中共政権に対応するため関連する審議が進められていると認めました。 また首相が言ったようにロシアは依然としてイギリスにとって最大の脅威であるが北京は我々の価値観や生活様式に対する最も深刻な長期的脅威となっていると答えました近年イギリスの情報機関は北京の影響力と目論見みに警告を発し続けています昨年イギリス秘密情報部 MI6 のリチャード・ムーア長官は北京はイギリスとその同盟国にとって最大の脅威の一つだと述べました ボリス・ジョンソン政権時は昨年3月に発表した防衛・外交戦略において中共をシステム上の競争相手と位置づけていましたトラス氏就任前同氏が中共を脅威のレベルにまで引き上げる考えがあると明らかにされこれはつまりイギリス・中国間の経済連携が今後なくなることを意味しますガーディアンは情報筋の話を引用しイギリス教育省が先日発表した中教の孔子学院を支持する声明は 首相府が不満を持ち同省に声明の変更を求め外部に孔子学院の疑わしい活動を通報するよう呼びかけたと示しましたそのためトラス氏は中共がイギリスにとって脅威であると正式に定義することをできるだけ早く加速させイギリス当局者が北京に対応する際の混乱を解消し対中強硬姿勢を示すことで党の支持を獲得しようと考えたと報じました

啲鼓励我哋。